はい、パーティーゲームがお送りするリズム天国続きでございます。さて、前回のパートからまた日をまたいで収録中です。ステージ3やステージ4のクイズまで攻略したんですよね。はい、まだまだ先長いですよはい、ナイトウォーク楽しんでいきましょう。音楽になってジャンプしてね。まで音楽に合わせてジャンプしてくださいね。そう、見た目上ではなんかこう四角の真上でねジャンプしたらいいんじゃないかと思うけど、実は四角の真上でジャンプしたら遅いんですよね。あくまで曲に乗る。音楽は俺前に星でいっぱいにしてね。眩しい、眩しいけど見えにくくなってきただからこそリズムに、リズムだけを頼りにテンポよくね。すごいだよ。はい、まあ実はね、A ボタンをタイミングよく押し続けるだけなので、単純っちゃ単純。あ、平凡だ。夜空の散歩、楽しいな。のんき。そっか。あ、リズムお習字。懐かしい。腕を使って日本語を書きます。あなたがするのは、おいしいとこだけ。これだけ聞いたら何のこっちゃわからんかもしれませんけどね。これ聞いたらわかります。これこそって感じなんですよね。これ確かね、でもリズム天国リミックスにも収録はされてたもんですよね。あ、リズム天国ザベストプラスですね、 3DS の。そう、止め跳ね払いだけやるんです、私はおかしいでしょ。点、あと点を打つのとね。だからあの青くなった後に押す感じですね、リズムよく。このタイミングはね、感覚で覚えるしかないです。3、これなんですね。1,2,3 のタイミングですね。1,2,3 1,2,3、これは変わらんのでね、結局、うん、基本的には惑わされないように。アホでしょ1,2,3、はい、1,2,3、これでも変わらないです。1,2,3 1,2,3 あ、ここだけ違うもんよ。今のとこだけ難しいです。1,2,3 1,2,3あそこも違いますね。ちょっとペースアップ、なんか出てきました1,2,3 こうですね。すんと心だけ難しいです、うん、ちょっと変則的なんでね。1,2,3肝心な最後をミスった勘大丈夫かな。ちょっとね、早めに押しがちだから、ちょっと我慢することが大事です。多分平凡だろうな、最後ミスったから。お習字は待って楽しまーす。ちなみに私、小学校の頃一応お習字を習ってました。これでも
ポリリズム、 A ボタン、十字ボタンと A ボタンの上昇しましただ、結構簡単だ多分頼りになんで、なんだっけ、えいえい、こんな感じですね。なんとなくわかりましたね。転がってくる物体に対合わせてリズムよくボタンを押す。下側が A ボタンで、こういう場合はテンポが速くなるわけですね。はい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 、やることは同じですね。十字ボタンのどこを押してもいいです。押しやすいところでね、やったらいいですよ。さあここからですよ、惑わされないように、ほい、最初見本の時にね、ブロックがポンポンって出る、このリズムを覚えておくと混乱することはないと思います。あ、難しい。1234、234、2と4だけですね。十字ボタンの方は、はい。お、やった、ハイレベル。赤いものを生産しまくりだね。その赤いものとは一体。怪しい。ラップメン、クールな二人組出てきた。熱いラップで大興奮だぜ。あ、なんだっけこれ、あったような気がすんな。チャス、一緒に乗るやないか、関西弁乗り方教えるし、うっていうとこで A ボタンに、ちょっと聞いててな。わかる、やってみ。よ、わかりますか。よ、こういうことですね。よ、わかりますか。ダメージ受けてるみたいだな。今のは何々ですかのノリやね。今度は何々かもねのノリや。ちょっとタイミングが変わります。一回聞いてみ、聞いてみてな。楽しい、かもね。これ全部覚えにゃいけんからな。最強のノリや。まあ後のリズム天国シリーズでもこのラップ系のねリズムゲームは大体入ってる。よし、じゃあ見て。ああ、ちょっとずれた。オッケー、ハワイ最高や。ほら、ハワイ行こうか。ああ、覚えてねえよ、もう。三種類ありますからね。うん。むずいな。
最高関係なくなってるからね。またやるな。お、いいじゃない？やった。ミスあったけど。これからもよろしく頼ませ。はーい。あー、なんか来た。あー、リズム脱毛がまた来た。リベンジする？これ前回やってダメだったもんね、そういえば。これでも意外と難しいもんね。ちょっと頑張ってみましょうか。この辺は大丈夫ない？大丈夫じゃねえじゃん。ステップ。毎回あそこでミスってる気がするんだよな。よっしゃ、ほう。いけたいけた。いやー、緊張する、マジでしびれますな。よし、よかったよかった。よし、じゃあこの乗ってる状態でレミックス4いきましょう。はい、今回お送りしたリズムゲームプラス、クイズですね。これリズムよく押す必要ないですからね。うん。回数さえ合ってればいいですからね、あれは。はい、はい、はい。はい、はい。来ました、筆。なんで、1、2、3。ゆっくりしようか。逆にペースを落とされると難しくなったりするんですよね。はい、最後です。はい、これでもいいですよ。正解は、ででん、ありがとう。クイズはでもまあやっぱ比較的簡単な気がしますね。イエス、ハイレベル。今日の天気、ハッピーにあれ。それは結構ですね。さあ、新しいの来ましたよ。光
間はまだまだいっぱいありますので引き続きいきます。ハッピングラッド、飛んでくる丸い玉、あれはいいやつです。落とさないでね、いいやつ。あー、あったあった、こんなの。タン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 、 A 十字ボタン、こういうことですね。この繰り返しです。さっき全然スピードが違うでしょ。パッ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 、あ、嘘でしょ。テンポがね、全部変わるんでね。あ、飛ばされないようにね。トントントン、あー、タン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 、これなんですね。あ、もう終わり？はい。いい判断だったよね。それだけ結構なコンビネーションだったね。難しそう、その体勢。両手でやりましょう。はい、忍者急度、十字ボタンと A ボタンで応戦と藤山ん。ててててて、侍は出ましたけどね、今度は忍者です。逆にすごい。ピュッ、こういうことですね。はい、パンパン、 A ボタン、十字ボタン交互に押すことになります。てかさ、将軍さん逃げましょうや。そんなこと冒頭説明でさ、あ、ちょっとごめん。はい、結構難しいですよ。いやー、むずい。難しかった記憶あるな、これ。いやー、嫌な予感。あ、よしとします。あと、どうもです。トロ、ごめんなさい。そりゃ謝るわ。何発ミスったか。ね。あ、クイズのパーフェクト。これはでも楽だから、取っとこうかね。イェーイ。オッケー、よっしゃ、これはね、まだ分かりやすい方なんでね。よし、トスボーイズ、仲良し3人組、声を掛け合いながらいつも楽しくトスの練習します。バレーボールですかね。トスボーイズ一人だけ女の子いるけどね。仲良く練習中。わかりますかね。 A、B、十字ボタンにそれぞれ、いろんなパターンがあるんですよね。またこれ、あ、ごめん。あ、ちょっと待ってよ。ね、ちゃうちゃう。トン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 、かなりむずいです。1、2、1、2、3、4、2、8ですね。
このタイミングは完全掴むしかないですね、本当に。まだあります。集中線が出るのが要するに誰に出るかによってパターンが分かるので、それで覚えるといいと思います。さあ、赤ちゃんに出た場合はこのと変わり番号を落とすですね。あ、青くん出たか。むずい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,9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 3,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
最後だけ、まだか、まだか、長いな。はい、はい、はい、タイミングがずれるとああいう風にですね、ボールが波打っちゃいます。はい、ここまでの中で多分一番変則的ですよね、多分。ああでも、まあ平凡にはなった。まだまだもっと上手にできるはず。はーい。承認します。花火、夏といえばさ、やっぱり花火かな。岩坂に打ち上げよう。花火ですね。最近でっかい花火見えてないからな、コロナのせいで。お祭り前、特訓だ。はい、の合図で A ボタン。まずは普通の花火。1、2、3。あ、ミスった。1、2、3。はい、おーい。1、2、3。はい。気合の花火。無理。はいよ。はい、1、2、3ですね。だからタイミング的にはね、締めの太鼓ボンバー。1、2、3、まあこれも3ですね、結局。うん、1、2、3、花火じゃないけどな。どうしてもボンバーマンのあれしか見えん。ね、さあでは本番。合図はなしだぜ。そうです、本番は言葉出ませんからね。おい、23、おい、23、おい、はい、234、23、おい、23、おい、はい、23、はい、23、はい、はい、23、はい、えい、はい、23、はい、23、234、23、234、えい、34、はい。組み合わせがね、すごい難しいです。いやー、これもむずいんだよなー。あ、でもハイレベルだ。よかった。花火のことなら俺に任せろ。花火屋さん。
かっこいい。あの花火作りってでき思い通りにできたらすげえ楽しいでしょうねはい、タップです。あなたは女の子、同じの猿たちに合わせてタップを刻むっす。刻むっすなんだっけこれ。ああ画面見たら思い出す。あったあった、これもこれもクソ難しかった気がする。パンってボタンですね。はい、1、受け継ぎです。はい、1、2、1、2、カッカ。はい、はい、客機のタイミングでね、A ボタンです。そう、カッカッカッ。あ、これ覚えてるわ、うん、覚えてんだけどパターン多いですこれも。結構今日もね、誰文章に騙されないようにね。カッカッ、はい、あー、ミスってるな、微妙に。テンポアップ。ああ、無事これだって後にパーフェクト取らなきゃいけないんだよそれがいかに難しいかわかるでしょ。気分はもう最高。クリアするだけだったらね、大して、あの、ノルマ高くないんですけどね。うわ、スペースダンスのパーフェクトか。それは無理な気がするな。覚えてないし。いやー、自信ねえなー。いや、やることは覚えてんだけども。やることは覚えてんだけど、リズムを全然覚えてないな。パン！当然ただの一つもミスってはいけませんからね。タイミングタイミング、ああもうきっつい。
よっしゃ、おお、集中した。これ実況向いてないねこのゲーム時間があれだな。でもリミックスやってしまってから終わりたいね。はい。あ、しかもこれ確か俺ね、記憶が確かなら曲付きなんですよね。歌曲付きの結構印象に残ってるリミックスだったと記憶してます。5リミックス。V、君を待てなくて。むず。無事最後あーやばい、あーよかったおー、いや歌は素晴らしいのにリズムは全然。今回は二人、小朝ちょっと不安かもまあこの写真じゃ不安になるわねはい、はー、まあこんな感じですね。今回、まあ結構たくさん送りできたのかな、なんだかんだで。うん。まだでもね、新しいリズムゲーム残ってますんでね、引き続き挑戦していきますよ。まあでも本当に短い時間でもね、たくさん遊べて、充実感もあってね。でも、トイレ完成度も本当に高いですね、このシリーズは。まあそんでもめっちゃ楽しいし、めっちゃ難しい。いや、逆にあれか。年取ったから余計難しく感じるのか。ね。発売から結構経ってますからね。だって、はい、で、あ、こっからリバイバル、ちょっとこうアレンジされてるね。はい、最初の方にパチパチ3人集というのがあったと思うんですけどね、これはそのまあバリエーションチェンジ版って言ったらいいのかな、パワーアップ版みたいな感じですね。はい、より難しくなって帰ってくるという感じで、ここからさらにハードな、難易度で待ってるかと思いますが、引き続き挑戦していきたいと思います。はい、ということでこのパートはここで終了します。リズム天国のプレイ動画、次のパートに進みます。